海鮮丼だ。豪華。おしぼりまでキラキラしてますよ。ちゃんとほら、またお箸置きもあって素敵。細かいところまで書いてくれると嬉しいですね。アミーゴさん、ハムカツ美味しいですよね。わかります。ハム薄くて縁が赤いやつあんまり見ないです。あのコンビニさんに売ってるハムカツって分厚いんですよね。私ハムカツ薄い方が好きなのですごい共感できます。わかるわかる。2枚ぐらい重ねてあるの美味しいですよね。吉厚さんは、え、カップラーメン、なんかすごい、なんだろう、暗いとこで食べてあ、これ赤いキツネだ。この赤いキツネのちっちゃいかまぼこ美味しいですよねなんか最後感がすごくてちょっとびっくりしちゃいました最後感がいただきますって感じがすごいです。ギャレットさん、おお、めっちゃでかい肉、相当大きいですよこれ家ぐらいありますよ3人がかりで、なんだろう、大きいフォークか何か持ってるのかな顔中なんかベトベトになりそう刺身醤油さん、あ、フグだ。フグ調理、これも前かな危ないから、ちゃんとあの免許持ってる人に最後だし、一家じゃないですよ、スタッフさんもダメですダメです最後だからいいとかじゃないですよ一足先に人生終わりそうとか届いちゃったじゃないですか。だってほら、よく見ると動いてるこれはちょっとね、もうちょっとちゃんと調理しましょう。 M1384 さんはカレーかヒラメか、見分け方ってあるんでしたっけ。右目と左目の違い、平たくして右側に目があるか左側に目があるか、なんかこれ真ん中にありますよ、どっちだろう。コメントもカレーとヒラメが同じぐらい来てる。あ、右カレー、左がヒラメ、これはどっち、これ新種ニコ生でこれ新種じゃねってどっちだろう。この緑のは何だろう、お茶なんですかね。美味しそう。どっちかでしょうねきっと。あ、亀キュービンさんもうなぎですって、かば焼き、あ、今日誕生日なので食べたといただいてます。結構あのお魚だと調理前を書いてくださる方が多いですねでもこれすごい上手ですね、ありがとうございます。長戸さんもステーキかな、美味しそう。私ステーキの横のちょっとしなしなになったポテトが結構好きです。美味しいですよね、塩かけすぎちゃった感じのものとか、肉汁薄っちゃったものとか美味しいんですよね。 GP5 さんはわんこそばかな、あ、これもう格好がイエス様じゃないですかね、え、すごい食べてる本当の絵だとなんかこんな感じでなかった気がするんですけどそう、90杯ぐらい食べてる、もう最後の晩餐すごいじゃないですか。わんこそば拡張高くないって届いてますまあでも身近に感じられていいですね、イエス様が。ありがとうございます。クラウドさん、あ、やっぱおにぎりだ。たくあんと梅干し付き。花粉の数35億さん。え、熊鍋？熊って食べたことないです。美味しいの？丸ごとは良くないですよね。これももうちょっと調理してほしかったな。ねえ、小車、まあ、鍋とか届いてますけど。でもかわいそう感が出てきちゃいますよ。ちょっと可愛げもありますから。あ、匂い強いんだ、雲って。次、新しい感じ？お、シチュエーションが書いてある。お肉かな？お月様見ながら柚子酒と、イカ？私、カマンベールチーズに見えました。これチーズ？あ、これはイカか。なんか、お酒がいいって方もいらっしゃるんですね。あ、酔っ
ってこういい人生だったなすって感じですか。熊吉さんステーキだやっぱり、お肉人気がすごいな。粗大ごみさん、あここってパスタだったんですね。ここで食べれるんですね。そっかそっかそっか、どうしましょうね。ペンネぐらいしかないですね。味付けとかもね、せっかくだったらしたいんですけど、ブチってこう食べる感じですかね。東海ゴジラさん、チャーシュー味玉増しラーメンだ。味玉は外せないですね。私ラーメン屋さん行くと絶対味玉一緒に頼みます。結構お店によって違いますよね。あの味が染みて濃すぎるぐらいのところもあれば、ゆで卵ぐらいのところもありますしね。あれちょっとね悲しくなりますよね。そう、味玉じゃないじゃんってなったりする。そうそうそう、美味しいお店に当たると幸せなんですよ。あ、まただ山手さん、漫画肉すごいな。何通目だろう。続いてバーキオさん、お寿司、お寿司が思ったより少ないですね。イクラとマグロかな。私もイクラ大好きです。柴犬さんも三色丼、あ違う、二色丼、ウニイクラ、あ私もこの組み合わせ好きです。スイーツみたいになっちゃった。確かに味方変えればちょっとあんみつとかにも見えてきます。ウニうまそう、美味しいですよね。座敷さん、メロンパンかな。ねえ美味しそう。メロンパンは有名なところ結構増えましたね。海老名のサービスエリアとか浅草でも有名なところありますし、カレーパンかな、カレーパン感もあると。うん、確かにまん丸でちょっとこう上がってる感じもありますね。アイリンだしゲホゲホとってなったらメロンパンかな。 KTR2 時50分さん、リンゴ、なんかアメリカの方かな。なんかこう服で拭いて食べるみたいな。でも海外に行くと本当にそんなランチの方多いんですかね。え、空港とかで見ます、成田とかで並んでる時に食べてる人、はあ、でもいらっしゃるかな。私あのカナダにホームステイしてたことがあるんですけど、私の友人のお家ではあの生の人参持たされてました。ちっちゃい人参です。このぐらいの人参をこうやって食べてました。私のお家はもう自分で作っていてって言われて、チーズボーン、ハム丼のただのサンドイッチとジュースとお菓子とかでしたね。なんか日本とだいぶ違うなと思って。うまいのそれ、ちっちゃい人参ですか、どうなんですかね。今度聞いておきます。続いて松ぼっくりさんはやっぱお寿司ですか。お寿司もね上手ですね。よくペンタブかマウスか分かりませんがこんな綺麗に描けますよね。達筆。ケンコレさんは唐揚げくんかな。唐揚げもお家によって違いますよね。唐揚げも私母が作ったものが一番好きだな。あ、食卓にはあまり出なかったんですけど、お弁当運動会とかでお弁当を用意しなくてはいけないときは毎回あげてました。あと誕生日とか、うちのはあのニンニクが効いててすごく美味しいんですよ。レモンかけますね。私嫌です。私レモンかけないです。お家で食べるときはなおさらあまりかけたくないですね。ね、あの親切心でやってくださる方も多いんですが、キャーって思ったりしますよね。一回聞いた方がいいですね。まるさん、立ち見え、お茶、ゆっくりお茶を飲む、ほっとしますね。緑茶も私はまだそこまで種類とか飲んでいないんですけれども、今あの CM でやってる氷出し抹茶とかすごい美味しそうだなと思って、奥が深そうですよねお茶も。そして新ウパさん、極上のうな重。高いんだろうな。
どこかで聞いた話なんですけど、何でしたっけ、上とか特上とかが量の差で違うんじゃありませんでしたっけ。ですよね。私あの 昔は量の差じゃなくてうな重の質かと思ってたんです、うなぎの、うん、したら最近知りました、量の差なんだって、枚数とかの、あ、自分もとね、だから高い方がいいものって思ってたらそうじゃないんですね。続いてあっちゃさん、そう、すき焼きも迷いました。私も最後の晩餐すき焼きかなって思ったんですけど、美味しいですよね。ちょっとこの間番組ですき焼きの話になったな、なんだっけな、すき焼きにしめじを入れるか入れないかみたいな、あれ今日と同じスタッフさんだったかな、私入れないんですよって言ったら意外と入れる方がコメントでは多くてびっくりした覚えがあります。あと16分、はいガリレオさん悲しい、牛くんですよ、泣いてますよ、もう泣かれたらもう無理ですね、食べられなくなっちゃう、ちょっと刻まないと結構今日のスタッフさん厳しいこと言いますよ。ジャッペさんプリンなんだ、プッチンプリンだ、しかもプルンってした時の確かに幸福感はありますジャミジャミさん、わー、またすごい可愛く描いてくれました、焼肉だ、牛タン美味しいですよね、牛タンすごいな、どうしてこんなに綺麗に描けるんでしょう、ありがとうございます。 NK さん、天丼だ、エビが刺さってる、いいエビなんでしょうね、レンコンもあってお野菜もあっていいですね。モッサンさん、ラーメンだ、ラーメンの器ってこれ多いですよね、何の柄なんだろう、なんか親しみすぎてあんまり不思議には感じてなかったんですが、よく考えるとこれ何なんでしょうね八地さん、明太子が乗ってるご飯とお味噌汁とかかな、何だろう、でも魚介っぽい感じはします。松井まみさん、ん？アメリカンドッグ？アメリカンドッグか、たまに無性に食べたくなる時はあります、フランクフルトかな、最後の晩餐アメリカンドッグか、カジュアルでいいですね、さっと食べれますから、私プールで食べるのが好きでしたハゲピカリンさん、あー、おにぎり、あー、これもまた可愛いですね、可愛い顔がついてると食べにくくなっちゃいます、すごい、サスサスハゲっていっぱい来てますよお名前がメリーさん、わたあめ、わたあめ、お腹いっぱいになります、なんか食べた気しないような気もしますけどね、私もわたあめはでも大好きですよ、そう、ちょっと物足りない感じもある気がする。タムタクさん柳さんのパン屋さん今どうなってるんですかね、うん、なかなかお話聞いてないのでわからないんですが、焼きたてパンとかはいいかも。ホトトギスさん、うわ、上手、炊きたてのご飯と明太子か、プルプル感が綺麗に出てます、そしてバッチリお箸置き、ありがとうございます。スーさんアザラシがなんか考えてますよ、これまた明太子だ、イカかな、お魚かな、お箸置きの色が一緒だ、ホトトゲスさんとスーさん、本当だ、明太子だし、お友達かな誰とクロリさん、おにぎり、おにぎり結構届いてますね、あ、鮭だ、鮭、確かにコンビニで買うおにぎりは鮭選んじゃいます、うん、めぐみんさん、ダメですよ、美味しいですけどね、ね、鴨南蛮とかも美味しいですし、そうそう、鴨くんと牛くんですよ、今天気気づ大活躍中の2人ですよ、すごい、もう何も知らないんですよね、悲しい
これから食べられるなんてね、何も知らない、あー辛い辛い、ピノさん、カレーだ。これきっとあれですね、食べるときにご飯置くのは左の方なんでしょうね。私右にご飯なので、あ、違和感あると思ったら逆でした。左利きの方だと左にご飯があるのかな。あ、ビッチャンさんも左だと、登場計算右だ、逆だね、ちょっとなんだろうと思った、そこが。マニマニさん、うん、リンゴ、リンゴ、女の人のドレスに見えるな、ん、なんだろう、なんかのキャラクターなのかな。白雪姫、魔女、騙し、あ、ん、ワルプルっていうコメントがすごい来てます。あー、何かのアニメで出てくるキャラクターなんだ、敵なんですか、がリンゴが好きなのかな。次行こうと。でも可愛いですね、お洋服が素敵。リンゴ、鼻からカメハメハさん、あった、飴のここがベチョベチョになる。ジュエリーなんちゃらとかでしたっけ。お菓子の方結構いらっしゃいますね、ポッキーとかマーブルチョコとか。これなんかねるねるねるねとかのねえ CM の。あー、寝れば寝るほどの、これあの笛のラムネですよ、笛ラムネ。あー懐かしい、タケノコとキノコもありますよ、キャラメルもあって、いろいろ思い出しますね。ヨカさんは、うーん、イクラかな、手前が海鮮丼かな、マグロとイクラ丼っぽい感じもしますよね。丼系も割と多いですよね、ネギトロ丼かな。あー、お腹空いてきちゃった。あ、海鮮丼ですってニコ生で届きました、ありがとうございます。北海道で食べた海鮮がすごく美味しかったので、いいな。ちょっと工藤さんはちょっとこれアップにしたらちょっと大丈夫かな。いきますね。うー怖いよー、これ何ですか、何、何、何、指がたくさん、なんかベロベロしてる、これ何、何、これ何、馬、ロバ、これ何、これ何ですか、牛のタン、ロバタンじゃないですよね。ちょっとあまり食べたくないです、これは。どっちにしろ怖いと。富士山見て癒されましょう。あー癒される、ほらね、旅館の朝ごはんですよ、いただきます。浴衣、そうそう浴衣着てゆるりゆるりと食べるのがいいんですよ、時間かけて。ほっとしたと、よかった、ほっとできてよかった。もうあのベロベロからの差がすごい。ありがとうございます。あ、ほっとしました。あ、これでもまたほっとできそうですよ、二の前さん。あ、今ねこれ出てますよね、アメリカンチェリーパイフラペチーノっていうのがスターバックスコーヒーさんで出てて、で私もこの間スタバに行ったんですけど、前に並んでたあの男性3人組が3人ともこれ頼んでました。で私普通のコーヒー頼んだので、なんか逆だなと思いながら。そうそう、あのここにパイ生地が乗ってるので崩して食べるんですって、うん、でそうそう、クリームシチューのパイ包みって美味しいですよね。クリスマスの時期にケンタッキーさんから出るじゃないですか、私あれが好きで、あの崩す時のこうワクワク感たまらないんですよね。ありがとうございます。釣り人さんはもうシンプルにご飯、ご飯も奥深いですよ、これはもうななちゃん案件ですね。ねりすずみさん、お、お醤油があるってことは卵かけご飯とかかな。私は黄身だけでやりたい派です、白身はさようならします。うん、あ、お味噌汁とかに入れればいいのかな。なんかあの白身も普段好きなんですけど、
卵かけご飯にすると白身だけ混ざってなくてとろって、ま、余ってるところがちょっと嫌で、そうずるっていうのが嫌なんですよ。そうそうそう、メレンゲ作ったりとか。あと7分、はい。みのさん、ひよこだ。大きいひよこだ。これ本当に食べたいですか？これ本当に食べたい？すごいですよ、こんなんなって。もう後ろにもなんかもうね、最後の晩餐になったのはこのひよこのせいなんじゃないかと思うくらい。この人たちになんかやられたんじゃないか。食べきれないよ。でも面白いですね、ありがとうございます。しわじろうさん、ご飯と明太子となんで長澤くんがいるんだろう。玉ねぎ、いや違う、長澤くんは人ですもんね。なんでだろう。白ご飯さんはやっぱ白ご飯と卵と、と卵かけご飯ですかね。あやちわばかな、可愛く描いてもらいました、ありがとうございます。いや、白ご飯さんの絵もどんどん可愛くなりますね。スノー F さん、いやシンプルな方がやっぱ多いな。なんか原点に戻る感じの方も多いんでしょうね。エンジーさんは、これ何、バシさんかな、流星特番かなんかでこんなの飲んでたんですか。ぶどうジュースかな、ワインかな。ふかふかさん、うどんって書いてる。うどん、うどんは私冷たい派です、大好き、うん、余白が可愛いですね。ハッピーダンさん、鮭だ、大きい。ちょっと鮭とマカロンの食べ合わせってどうなんだろう。やったことないな、なんかすごい脳が混乱しそう。嬉しいけど。これ喜んでるの絶対イズミンさんですよね。鮭マカロンどうだろうな。猫谷さん、獅子おどしですよね。これ食べるの、え、どこかに何かが隠れてる、竹、水、水ってこと、え、流しそうめん、どういうこと。もうなんかそういう最後の晩餐とかをもう超えて、なんかこう精神のなんかね、なんかですかね。そうそう、最後にこうなんか時を感じるみたいな感じなんですかね。そうそう、無我の境地的な感じかなね、と言いつつ流しそうめんかもしれないですけどね。達観した人だなと。これで最後かな。というわけで皆さんの空キャンバスご紹介いたしました。いやー、よかった、56分です、セーフ。お肉がやっぱ多いですね。印象に残ったの、印象に残ったの、マンモス肉多かったです。でも本当にそれでいいのっていうのはやっぱこれですよね。これ一番面白い。だって最後の晩餐なのに明日からの活力をって、だってそういうのじゃないじゃないですか。あの世で頑張るのか、もうゆっくりしてくださいよ。これじゃないな、これじゃない、これは選んじゃいけないやつです。なんだろう。どうしよう。おにぎりがやっぱ多かったですよね、白ご飯。まあこれもすごかったですけどね。これはもう最後の晩餐になっちゃったやつですからね。ひよこのせいでなっちゃったやつですから。これでもないな。もうこれはもう違うもん、これ怖いもん。あ、富士山見ない、富士山見てこう休まないと。私はやっぱり富士山のこの浴衣着て旅館の朝ごはんっていうのが一番好きです。あ、でもこれもすごかったですよね。何も知らない感じが、だってわーっていう感じが。これからだってきっと火がつくんですよ、うん
ねえ、誰か教えてあげてください。わーってなってる場合、お風呂お風呂じゃないんです。どうしよう、何を選べばいいんだろう。どういう視点で選ぼう。選ばなくていいんだ。いやもう楽しませていただきまして、いろいろ印象に残りましたよ本当に。いやー、ナイトは楽しいですね。皆さんと一緒にこんな時間に騒いでまいりました。あと1分あります。いや、あと1分か。じゃあ明日の今日のお天気見ますか。最後なので、せっかく書いた原稿を読まずに終わってしまうのは寂しいので、27日木曜日のお天気を最後に見ていきましょう。明日は、失礼しました、今日ですね、お天気の回復するところ多くなりそうです。最後の天気じゃないです。それでは見ていきましょう。全国の27日木曜日の天気をお伝えします。まずは西日本です。那覇は雨が降ったりやんだりします。北寄りの風がやや強く、空気は冷たくなりそうです。福岡、広島、大阪は雲が多くてもだんだんと太陽が登場します。日差しが届くと過ごしやすい体感となりそうです。次に東日本です。名古屋、金沢は雲の多い空が広がりますが、ゆっくりと天気は回復します。少し花粉が飛散するため、敏感な方は対策をしておくと安心です。東京は雨が降っていてもだんだんと止んでいきます。ただすっきりと回復とはいかず、雲の多い空となりそうです。傘の置き忘れにご注意ください。続いて北日本です。仙台は朝は雲が多めでも午後は日差しが届きます。ポカポカ陽気で過ごしやすくなりそうです。札幌は晴れたり曇ったり、にわか雨があったりと変わりやすい空です。雷や突風、氷やあられの恐れもあります。日が陰ると気温の数字以上にひんやりと感じられそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。あれ、全国の天気昨日のやつだったと届いております。はじめにちょっと26日の分が映ってしまいまして、今日27日はお天気の回復するところが多くなりそうです。ただ北日本や関東の皆さんは傘があった方が良さそうですね。素敵な木曜日をお過ごしください。それでは深夜まで2時間お付き合いありがとうございました。では冷えていると思いますので、暖かくしてお休みください。おやすみなさい。こんばんは。4月26日水曜日、ソライブモーニングを担当しました角田直子です。今日は全国的に傘の出番ということで、モーニングも傘が大活躍という空みどでやっていきましたけれども、朝からやはり雲の広がるところが多かったですね。幕張も一時的に外中継に行った時など薄雲越しに日差しが届くタイミングもあったんですけれども、全体的に見ると曇り空となっていましたね。雨がもうすでに降っていたところもありました。西日本や日本海側のエリアではモーニングの時間中から雨が降り出していましたね。特に近畿エリアなどではモーニングの時間中にどんどん降っているエリアが広がっていきました。特に九州の北部や秋田周辺、東北の北部などで雨が強まっているところがあり、雷雨の報告も届いていましたね。今日は雷雨チャンネルの方も皆さんと一緒に見ていきましたが、日本海にたくさんの雷がありましたね。大丈夫でしたでしょうか。その後今日はお天気しっかりと確認するということで、雨のエリア確認していきましたが、雨雲アラームや雷アラームの方も紹介していきました。今日登録していただいている方はかなり役に立ったのではないでしょうか。ぜひウェザーニュースタッチの方からスマートアラームですね、雨や雷モードも設定していただければと思います。
さあ、そんな今日のモーニングのコーナーですけれども、今日の朝ナッシュは水、風呂、朝、3つのキーワード。水は雨ですし水曜日、風呂は良い風呂の日だからですね。こちらの3つのワードでポテンシャルの存在条件という曲になりました。実はこれ詳しい方がいらっしゃって、番組改編後初めての朝ナッシュもこの曲だったそうですね。すごい、私より詳しい方がいらっしゃいました。論理的な賢そうなタイトルですけれども、中身は意外とこうテンポよく楽しい感じの曲でしたね。そして今日の KTP 今朝のトレンドピックアップ、ツイッターのトレンドワードピックアップしていくコーナーですが、今日は3つ。猫同伴 OK な会社、繰り返し見た映画のシーン、世界ペンギンの日の3つでご紹介していきましたけれども、私の好きな動物が2匹っていうのかな2種類も入っていたというね、猫とペンギンですね。なかなか皆さんの食いつきも良かったですね。猫は好きな方多いようですね。さあ、そして今日のみんなで空にスタンプは、今日は雨ということにちなんで、皆さんには雨グッズをスタンプしていただきました。定番の傘だけではなく、雨に関連したものなら何でも OK ということで、皆さんから届いていたものは、例えばポンチョ、外国で買ったポンチョだったり、あと防水スプレー、便利ですよね。その他には、あ、ゲリラ雷雨防衛隊でもらえるファイバーの折りたたみ傘カバー、あれいいですよね。私も傘カバーよくなくしちゃうので、これ欲しいなという話をしていましたね、皆さんと。皆さんの中にも欲しくなっちゃった方が何かいらっしゃったようですね。あと雨をテーマとした DVD なども送ってくださってる方がいらっしゃいましたね。雨に関連するものたくさんいただきました。皆さん、たくさん今日もご参加いただきありがとうございました。まあ、そして今日はですね、トピックスのコーナーでゴールデンウィークの桜見どころのところも、見頃のところもスポットもね、見ていきましたけれども、ゴールデンウィークのお出かけの予定もそろそろ皆さん立てたい時期ですよね。ゴールデンウィークの天気チャンネル今日オープンしましたので、ぜひそちらもチェックしながらお出かけ先決めていただければと思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。こんばんは。本日ソライブサンシャインを担当しました白ゆかりです。今日も3時間ありがとうございました。サンシャイン中の全国のお天気、西日本を中心にやっぱり傘の出番となっているところも多かったですし、日本海側、東日本、東北のエリアでも、雨の報告いただいておりました。あとは沖縄ですね、先島諸島を中心に活発な雨雲がかかっておりまして、1時間に、50ミリ多い時は90ミリぐらいの、雨が降ったということで、ゴーという激しい報告いただいておりました。サンシャイン中にはだんだんピークを超えていったんですけども、それでもやっぱり雨の降りやすいお天気っていうのは続く状況をお伝えしておりましたということなんですが、今日はサンシャインでは目と耳を研ぎ澄ませてという空見どをもとにですね、皆さんと3時間お送りしていったんですが、目はお天気スタディで春の色について学びました。黄色から、菜の花の黄色から始まって、桜のピンク色、そしてこれからの季節は藤の花だったり、あとはスミレとかが見られるようになってくる、この色の変化、春の色の変化がありますよねということで学んでいきました。あとは揚げカツのコーナー、わあ、もう思い返すだけでテンションが上がる写真を4枚、ご紹介させていただきました。やっぱりすっきりしないお天気、今日は各地で広がってしまいました。雨のお天気にもなりましたので、どうしてもこうずーんどんよりしがちではあったんですけども、素敵なリポートを見るとやっぱり気分もこう上がりますよね。元気になりました。さあ、そして耳はですね、サンシャインリポートで今日はテーマがですね、今の天気を音で例えるとどうですかっていうのを聞いてみました。この試み大丈夫かなって思ってたんですよ、番組が始まる前は。
ですけど、皆さんからたくさんリポートをいただきまして、皆さんそれぞれお天気のこう表情といいますか、空の表情をどんな風に思ってるのかっていうのがすごいよく分かりましたね。ただ分かったのは、曇りは分かりづらい曇りは難しい、音があまりない印象がやっぱり皆さん多かったですね。無音の方もいましたし、私もそうだったんですけど、言葉に音にならないような音、あかねんさんも面白かったですけどね、クロストークの時にあかねんさんにもお伺いした時に曇りだったので、ドレミファソラシドで言うとファって言ってましたねファって思ったんですけど、でも、ファファっていう感じ、雲がファファってしてる感じなのかな。人それぞれね、いろんなね捉え方がありますね。雨の方もそれぞれ、あ、カエルの音が聞こえてきそうというケロケロっていうね、いうような音もありましたし、素敵なリポートをたくさんいただきました。本当にありがとうございました。そして、今日は今日の天気で何食べるコーナー2回目の献立考える日になりましたけれども、いや、おひたし来るかなって思ってたんですよ、定番どころなので。ですけど今日はクリーム系、やっぱクリーム系と小松菜って合うんだなっていうのを再確認させていただきました。クリームパスタ、あ、パスタ来ましたね。ってことは明日どうなるかな楽しみにしたいと思います。はい、ということで週間天気、ゴールデンウィークのお天気についても皆さんと確認していきましたけども、ゴールデンウィークブレ幅がとても大きいということで、気象モデル見てもびっくりするぐらい全然モデルによって雨雲がこうどうかかってるか、降水量がどうなるかっていうのは全然違うということですので、まだまだちょっと油断せずですね、週間天気もしっかり追っていきたいなと思いました。そして最後に、サンシャインといえば連想リポート、イメージされる方も多いと思うんですが、今日は超絶難問、いや本当に難しかったです。気になる方はぜひアーカイブでご覧ください。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。皆さんこんばんは、ソライブコーヒータイム担当しました藤岡あかねです。ありがとうございました。今日は雨のところが多かったですね。すっきりしない一日となりましたけれども、まあ、代わりはコーヒータイム中は降ってなくて、まあ、でも降る可能性が夕方以降あるかなというところをお伝えしていたんですけど、まあ、なので、まあ、傘持っていないだろうなという予想は立てつつ、外中継に行くときにですね、持っている人いるかいないかというのをクイズ出して皆さんに聞いていきました。まあ結果的にはですね、まあ、その聞いていたクイズの結果的には五分五分だったんですけど、まあ、外出るとですね、全くもって傘持ってなかったですねまあ昼間は、まあ、この会社からお昼買いに行ってくるために傘持ってこなかったみたいです。12時ぐらいでしたね。雨も降りそうな感じでもまだなかったですから、はい、まあ、ですので正解は持っていないというのが正解になりました。私も正解しました、うん、まあ、でも念のためといったところでしたね。傘持っていった方がいいところ、どうですかね。今時間は14時37分。帰るとき大丈夫かな。ちょっと空の様子が心配ですけれども、はい、今日は空に注目してこう雨降るか降らないかというスライムもですね、していただいた方も多かったかもしれないですね。いただいた皆さんありがとうございました。あと今日はドトールのコンセプト、ドトールのち晴れやかをテーマに、〇〇のち晴れやかということでウェザーリポートナビを送っていただきました。今日は雨でちょっと気分下がりがちですが、なんかあればこう気持ちは晴れやかになるんじゃないかっていうような、そんな思いを込めてのウェザーリポートナビでしたけど、まあ花だったり、あと美味しい食べ物だったり、確かに気持ち上がりますね。雨でも頑張ろうっていう気持ちになれますね、はい、
まあ、たくさん今日もリポートいただきまして皆さんありがとうございました。明日はソライブアフタヌーンです。今日の一つ後の番組でお会いしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。こんばんは。ソライブアフタヌーンお付き合いいただきありがとうございました。今日のアフタヌーンでは3時のおやつ、いろいろなおやつ届いたんですけど、お腹が空いてます。朝ごはん食べたんですよ、空港で。もう時間がなかったので10分ぐらいでそばをうわーっと食べてですね、それが9時とかかな、9時10時だったので、それ以来何も食べずで、みんな全部食テロに感じてしまい、おいしそう。ジャリパン、あのいろんなその地域の特産物使ったお菓子だったりとか、この季節ならではだったり手作りだったり、おいしそうなものがいつも届いていてですね、あー食べたいっていうのを思いました。もういつでもここへ、こちらへこちらへぜひともお待ちしております。どちら出てこないですね、はい、残念ながら出てこないですね。はい、あのそういう美味しいご飯もありのウェザーリポート動画でも空を映していただいて、また届けこの空この瞬間でも皆さんにリポート送っていただいて、本当に皆さんからのリポート動画で成り立っているアフタヌーンだなというのを改めて実感しております。皆さんぜひともまた参加してくださいね。アフタヌーンの時間帯では強まる雨について見ていきました。この後も気をつけてくださいというのをお伝えしていったんですけれども、関東は今雨降ってるかな。雨といえば雨もそうですね、はい、ちょっと頭にずっと押し込んでたんですけど、思ったよりもですね、あのパパからもらったんですよ雨を。その雨のサイズが大玉っていうんですかね、あれ。そう、大玉の雨でなかなか入りきらずですね、開始30分ぐらいちょっと緑のピロピロ見えてるっていうのでもう今番組終わったばっかりなんですけど、ツイッターの方にもですね、あのサポーターさんから見えてるっていうコメント来たりとかしておりました。そうですね、ここ、うん、ずっとあのカサカサしてたので若干かゆいです裏話ですね、はい。バシさんもこうエンターテイナーとしていろいろやっていきたいというお話を以前されておりました。私もそれを見習ってですね、日々いろいろなこと挑戦していきたいなと思います。ソライブアフタヌーンありがとうございました。また担当するときぜひともよろしくお願いいたします。おやすみなさい。こんばんは。ソライブイブニングがただいま終了しました。まあ、本当に毎日毎日ね、すいませんね、イブニングは今日今週男性しか出てないということでね、今日はですねどうでした、何やりましたっけ最初。最初って言うと、ん、最初というどの辺？何があったかな？デートだったり、デート、お天気キャラバン、お知らせ。で一番でも盛り上がったのは山下さんのその彼女いるんじゃねえか疑惑のところでしたよね。うん。あとクズヤさんがあのすごく真面目にデート動画を食い入るように見てたというところだったんでしょうかね。はい、まあ、本当に相変わらずあのちょっとぐちゃぐちゃな感じというか、あの好き放題やらせていただきまして、本当に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。今週はもう出ることないかなと思うんですけどもね、はい、また会ったらすいません。こんばんは。4月26日水曜日のソライブムーンをお送りしました。ありがとうございました。本日のムーンでは
ゴールデンウィーク直前ということで皆さんと一緒にゴールデンウィークの話もしていきましたが、皆さんご予定はいかがでしょうか。チャットやコメントを見ているとやはりお仕事っていう方も多いんですけれども、とびとびでお休みがあったりとか、あとはもうすごい9連休くらいあるっていう方もいらっしゃるようで、皆さんそれぞれねちょっとでも楽しく過ごしていただきたいなと思います。今日は、そんなゴールデンウィークトークということで、お出かけした気分ゴールデンウィーク直前スペシャルお送りしていきました。週末ではないんですけれどもね、今日は特別に行っていきましたが、楽しんでいただけましたか。なんかもう私自身も途中からお出かけした気分というよりは、純粋にリポートを楽しんでいる感じになったんですけど去年のリポートを紹介させていただきましたが、角島大橋とあと富士がすごく綺麗でしたね。富士棚って私見に行ったことがないんですけど、紫色がなんかこうキラキラしていて美しかったなと思います。あとはなんといってもゴールデンウィーク前半は北日本での桜がやっぱり注目なので、もしお出かけできる方は楽しんできてください。そしてリポートも送っていただければと思います。そして、前半の方ではウェザーニュースヘッドラインも行っていきました。ゲレンデの話をしたりとか、あとは桜の名所もご紹介しましたし、あとは本日、記録的な雨となった石垣島の雨についての話もしていきました。今日は台風1号が発生っていうトピックスもありましたし、ちょっとまたこういったところも皆さんと一緒に考えていく必要があるのかなと、改めてそんなことを考えるムーの時間になりました。皆さんにも一緒にご参加していただきよかったです。ありがとうございます。あとは今日はもうひたすらに山下さんにもちょっと雑なふりをしたりとか、ちょっとトークがねあちこち行ったりしたので、また気持ちを入れ替えてやっていきたいなと思いますというわけで皆さん今日もご参加ありがとうございました。この後もゆっくりお休みください。おやすみなさい。
お天気キャラバン名古屋は私マイエイズミと高山奈々が行きます。皆さんとお話しするウェザーリポートカフェ、ソラヨミを勉強するプロジェクトアイコンセミナー、そして天気一休図もやりま ります。ねえねえ、名古屋といえばエビフリャー。ちょっと名古屋の方はエビフリャーって言わないらしいよ。え、じゃあカモナンバー。嘘でしょ。会場ではノートとペンをお渡ししているので、ぜひ皆さん受け取っていっぱい使ってください。待ってるよ。4月27日木曜日、ウェザーロイドタイプ A 愛理です。今日は天気はどうなるかな、早速見ていきましょう。それでは今日の全国の天気です。はじめに西日本です。大阪、広島は雲が広がりますが、次第に晴れる時間も出てきそうです。松江は時々雲が出ますが、晴れる時間が多くなります。高知、松山は雲が広がりますが、晴れる時間もありそうです。福岡は雲が多いですが、だんだん晴れる時間も出てきます。宮崎は雲が広がりそうです。鹿児島は雲が多くなりますが、晴れることもあります。那覇は雲が広がり、一時雨が降りそうです。続いて東日本です。東京は雨が降りますが、次第に止んできそうです。名古屋は雲が多いですが、だんだん晴れる時間も出てきます。静岡、甲府は雲が広がり、一時雨が降りそうです。長野は雲が広がりますが、だんだんと晴れてきます。金沢、新潟は雲が広がりますが、次第に晴れる時間も出てきそうです。宇都宮は雲が広がりますが、だんだんと晴れてきます。次に北日本です。仙台は雲が広がりますが、次第に晴れる時間も出てきそうです。盛岡、秋田、青森は時々雲が出ますが、晴れる時間が多くなります。札幌は晴れますが、雨の降る時間がありそうです。函館、旭川は晴れますが、雨が降ることもあります。釧路は晴れますが、雲の広がる時間もあります。変わって西日本の週間予報です。この期間、大阪は
晴れる日が多くなりそうです。おしまいに東日本のこの先1週間の天気です。この期間東京は晴れる日が多くなりそうです。札幌は土曜日に雨が降る予想です。その他は晴れる日が多そうです。今日も気合い入れて頑張りましょう。